高田城は、現在の大分県文後高田市、玉松あ本丸にあった城である。文後高田城、芝崎城とも呼ばれる。高田城以降鎌倉時代に、高田氏が、桂川右岸の大地に築いた平山城である。代々、大友市下市の高田氏の居城であった。安土桃山時代に、竹中氏が改修、江戸時代には、 文語府内に違法された竹中氏に代わって3万2000国で松平氏が違法されたが1645年に松平氏が転保された後は廃場とされ1669年に松平氏島原領の飛び地となり島原領、豊か囚人屋が置かれた。研究7年に大友義直に伴って文語に下校した高田重貞によって築かれたとされる。ただし、 実際に、大友氏が文後に下校したのは三代、大友より安の時代と考えられており、高田重貞による築城という説にも疑問が呈されている。大友氏が改役された後の文禄2年に、竹中重と氏が封じられ、城を拡張した。その後高田城は、細川氏の城となる。石垣が現にしないことを理由に、 細川時代の高田城を別の場所に否定する向きもあるが、高田城は、現名の一国一条例によって破却されており、その石垣が、干拓など、他の目的に転用された可能性も否定できない。寛永16年には、松平重直が、武前国竜王の陣屋から移って、この城を増収築して、居城とし、高田藩が成立する。主芸が、 正法2年に文豪着付に天保となると、この城は、廃城とされたが、漢文9年に、比前島原に入宝した、松平忠房が、武前、文豪の飛び地支配のため、旧本丸に、豊か修人屋を設けた。江戸中後期のものと推定される、文豪国高田柴崎絵図には、古城、本丸、二岸、三岸と記され、かつてこの地に城街が営まれ、 その本丸、二の丸、三の丸と伝承される地域があったことがわかる。本丸部分には、この壺数6988十83.4尺、四方なり、二の丸部分に、この壺数33,550五153.3尺、四方、本丸土手部分に、土井降山間工芸、二の丸土手部分に、土手三件小工芸有。 堀部分に、横10軒、新3軒、3の丸部分に、本丸、2眼3眼地形平と中期される。また、高田川に、この川幅74間船検新5尺、塩道78尺2世とある。なお、近世の1軒は藩によって6尺から6尺5寸まで、様々であったが、そのうちどれが、文後高田領において使われていたか、つまびらかでない。 堀、土類は、近世中高期まで、よく残存しており、現在でも文後高田市立慶養小学校付近など、数カ所にその遺構を見ることができる。ありがとうございます。